じゃあお任せ。何これクエ焼きすむちゃぶらになってる。うまい。お金がない。して面白いで、ちょっとここで読んだりしていただけますか。まあね、大変はね、あれもね。そうですね。だからもう、なんか、もうかわしてきてる感じです。なんかね、そうですわ。で、そのコロナとかいうようなことは全く頭の中になかったけどね、その前の仕事辞めた時はもうコロナがあった頃やからね、その1年ぐらい、だけどコロナのことなんか全く何も考えてなかったからね。ありがたい。貝ばっかり食べる。2週目びっくりするぐらい貝しか食べない。何回ぐらい言ってるの？陳建一の言葉確かに。俺ホタテ食われへんねん言って。お借りください。無理やから無理。レモン違いください。この魚何かな。これフグ？大きい。その他じゃないですね。一応あげてほしいらしい。そんなにチャレンジャー。誰か見てんだ。山田さん、そろそろはいはい。びっくりした。まったりやん。びっくりした。うん。